マルコ・アントニオ・バレラ・タビアは、メキシコ出身のプロボクサー。世界3階級制覇王者。ベビーフェイス・アサシンの愛称を持つ。チーフトレーナーを、元体験事務トレーナーで、日本人の田中先代が務めたことがあった。キャリア途中で、オスカー・デラ・ホーヤが経営する、ゴールデン・ボーイ・プロモーションズと契約した。兄のホルヘ・バレラも元プロボクサー。 1989年11月22日、15歳という若さでプロデビュー。デビッド・フェリックスを2回 TKO でしとめ白星でプロデビューを飾る。1992年4月1日、ホセフィーノ・スアレスを12回判定勝ちで破り、メキシコのスーパーフライ級王座を獲得、同王座は5度防衛した。1993年8月28日、 エドゥアルド・ラミレスとナブフ、北米スーパーフライ級王座決定戦を行い、12回判定勝ちで、破り王座を獲得した。1994年4月13日、川島拓勇気の持つ、WBC 世界スーパーフライ級王座の挑戦権をかけて、後に、世界2階級制覇を達成するカルロス・サラサールと、挑戦者決定戦を行う。前日の計量で、 体重超過で失格になるも試合は大差判定勝ち。この後スーパーバンタム級に点球。同年10月22日、ヘッシュサラビアと WBA、ベンタコンチネンタルスーパーバンタム級王座を争い、3回 TKO 勝ちで同王座を獲得した。同年12月3日、元 WBA 世界バンタム級王者のエディクックと WBA、 ペンタコンチネンタルスーパーバンタム級王座の初防衛戦を行い8回 TKO 勝ちで初防衛に成功した。クックはこの敗戦を機に引退しこの試合がラストファイトとなった。1995年3月31日35戦目にして世界初挑戦。ダニエル・ヒメネスが持つ WBO 世界スーパーバンタム級王座に挑戦し12回判定で 破り悲願の世界王者となった。同年6月2日、後に、IBF 世界フェザー級王者となる、フランキー・トレドと対戦し、試合開始からアグレッシブに攻め、2回には、左ボディでダウンを奪うと立ち上がった相手に休む間も、なく左のブローを入れ2度目のダウン、再度立った相手に、顔面への連打を打ち込みこれが、フィニッシュブローとなり試合終了2回 TKO 勝ちを、 おさめ初防衛に成功した。同年7月15日、アズバ全米スーパーバンタム級王者のマウイディアスと対戦し、試合前ダウン経験のない相手との一戦だった、ためタフな展開が予想されていたが、初回から攻め続けフックとボディを打ち分けて、ラッシュ攻撃を繰り返すとこれにはたまらず相手もダウン、気迫で立ち上がるも早々にダウンを追加し、レフリーストップで、試合終了、2試合連続で、 早い回での子で、速攻撃を見せ二度目の防衛に成功し、ディアスは再起することなくこの試合でグローブを吊るした。同年8月22日、後に、WBO 世界、スーパーバンタム級王者となる、アガピト・サンチェスと対戦し、最終回にスリップ気味のダウンをもらうハプニングがあったがそれ以外は試合を終始完璧に、コントロールしていたため3から0の大差判定勝ちで三度目の、 防衛に成功した。同年11月4日、元キックボクサーで WBC アメリカ大陸スーパーバンタム級王者のエディクロフトと対戦し、7回 TKO 価値を収め4度目の防衛に成功した。1996年2月3日、元 IBF 世界スーパーバンタム級王者でソウル五輪バンタム級金メダリストのケネディ・マッキニーと対戦し、 互いに強いパンチを交換試合ダウンを襲うの白熱した試合となり、相手のしなやかなパンチに苦戦を強いられるも結果は、バレラが最終回 TKO 勝利を収め5度目の防衛に成功した。同年5月4日、元 WBO 世界スーパーバンタム級王者のジェシー・ベナビデスと対戦し、3回後で勝利し6度目の防衛に成功した。同年7月14日、 元 WBO 世界スーパーバンタム級王者のオーランド・フェルナンデスと対戦し7回戸で勝利し7度目の防衛に成功した。同年9月14日、ナボ北米スーパーバンタム級王者のジェシー・マガナと対戦し10回 TKO 勝利で8度目の防衛に成功した。同年11月22日、元 WBA 世界バンタム級王者のジュニア・ジョーンズと対戦。 5回にバレラがダウンした際にマネージャーがリングに登ってきて試合を止めたため WBO ルールにより失格負けとなり初黒星を起死した1997年4月18日にジョーンズと再戦するも12回判定負けに終わる初戦でバレラが大番狂わせで敗れたのはまぐれで再戦ではバレラが勝利すると予想する人が多かったが あっけなく、ジョーンズに判定で敗れてしまった。その後1年ほどボクシングから離れ休業することになる。1998年2月21日、アンヘルロサリオ戦で約1年3ヶ月ぶりに復帰し、5回 TKO 勝ちで復帰戦を飾った。同年10月31日、同級1位のリッチー・ウェントンと WBO 世界スーパーバンタム級王座決定戦を戦い、 3回、TKO に下し再び大阪入り先に成功した。1999年4月3日、相手の敵地英国に乗り込み、ポールロイドと対戦。敵地の重圧をものともせず初回 TKO 勝ちで、区切りの50戦目で、初防衛に成功した。同年8月7日、パストール・ウンベルト・マウリンと対戦し、判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。 2000年2月19日、同じメキシコ出身で人気を2分する、同世代のボクサー、WBC 世界、スーパーバンタム級王者のエリック・モラレスとラスベガスで、初めて対戦する。バレラは12回判定負けするも、この試合は、リングマガジンの2000年度、ファイト・オブ・ザ・ヤーに選ばれる。モラレスはしばらく WBO 王者に認定される、ことになるが、WBO はこの試合で、 バレラが負けたとされるのは間違っているとして、ジャッジの公式判定を無視し、バレラを再び王者に認定することになる。2001年4月7日、バレラは階級を上げて、当時無敗街道を突き進んでいた人気ボクサー、ナジームハメドと対戦し、12回判定勝ちで破る。バレラは出実合計のボクシングを展開し、トリッキーで一発を狙うハメドを完全に抑え込み、 本来ほとんどガードをしないハメドは、バレラの果敢な攻撃にたまらずにある以降ガードを上げて戦うという苦しい展開になる。初黒星を喫したハメドは、この試合後に起きたアメリカ同時多発テロ事件によるアラブ経営の感情悪化による再帰戦の中止や人身事故を起こして経営に服すなどトラブルもあり、2002年に一試合したのみで事実上引退した。同年9月8日、 元 WBA 世界スーパーバンタム級王者のエンリケ・サンチェスとノンタイトル12回戦で対戦し6回 TKO 勝利を飾った。2002年6月22日エリック・モラレスと WBC 世界フェザー級王座を掛け再戦し12回判定勝ちでリベンジを果たし41戦全勝のモラレスに初黒星をつけた。バレラは 勝ってもタイトルは受け取らないと試合前に表明していたためベルトは受け取らなかった。同時に空位のリングマガジン認定世界フェザー級王座を獲得した。同年11月2日、旧友でもある元2階級世界王者ジョニー・タピアとリングマガジン認定世界フェザー級王座をかけて対戦し12回判定勝ちを収めた。ほどなくして弁護士になるために通学していた。 ロースクールを退学する。2003年4月12日、元 WBC 世界フェザー級王者のケビン・ケリーと、リングマガジン認定世界フェザー級王座をかけて対戦し、初回に、いきなりのダウンを奪い、4回には、右のアッパーでダウンを奪うと立ち上がったケリーに再び、右のパンチを合わせこの回2度目のダウンを奪う。タフなケリーはまたも立ち上がるが最後は、連打を浴びせ。 ケリーがロープ背負ったところで、レフリーストップ、4回 TKO 勝ちを収めた。同年11月15日、マニー・パッキャオ戦で11回 TKO で敗北し、リングマガジン認定世界フェザー級王座を奪われる。この前月、バレラが1997年のジュニア・ジョーンズ戦後に、メキシコシティで脳の切開手術を受けていたことを、暴露する記事を、米国のウェブサイトが掲載。 バレラは1995年から頭痛がするようになり、1997年に海面上血管腫の手術を受け、頭蓋骨の内側には金属プレートが固定されている。それ以来、各地で検査を受けたが異常がないまま16試合を戦い、このパッキャオ戦でもテキサス州の検査を受け、試合出場を認められていた。しかし、マスメディアはバレラが手術を受けた事実を、これまで、 周囲の関係者に隠していたことを問題視し、スキャンダラスに報じた。我らは試合まで数日という頃、USA Today の取材に対し、こういうことが公になったからには、もう誰も私を、ベビーフェイスアサシンと呼ばないかもしれない。多分、信じられない男とか何か、そんな風に呼ぶだろうと語っている。2004年6月19日、元 WBA 世界バンタム級王者。 ポーリーアヤラと対戦し、10回 TKO 勝ちを収めた。2004年11月27日、エリック・モラレスとのラバーマッチで2から0の判定勝ちを収め、WBC 世界、スーパーフェザー級王座を獲得して3階級制覇王者となった。モラレスとの3試合は全て激闘の接戦だったが、この試合で2勝1敗と勝ち越し同世代のライバル対決に終止符を打った。 2005年4月9日、同級2位のムゾンケファナと対戦し、試合前ファナに手こずるという声もあったが、試合は2回こで破り上位ランカー相手に、格の違いを見せつけた。同年9月17日、ロビー・ピーデンを12回判定勝ちで破り、IBF 世界、スーパー・フェザー級王座も獲得し、2団体統一王者になり、WBC 王座の2度目の防衛にも成功。 2006年5月20日、WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチにて、ロッキー・ファレスと対戦し、12回2から1の僅差判定勝ちでタイトル防衛に成功した。同年9月16日にリカルド・ファレスとダイレクトリマッチで再戦し、アウトボクシングを展開して、今度は12回3から0の明白な判定勝利で4度目のタイトル防衛に成功した。 2007年3月17日、WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチにて、ファンマヌエル・マルケスと対戦し、12回0から3の判定で敗北し王座から陥落した。同年5月11日に発表された、ESPN が選ぶ、史上最高のボクサートップ50では、第43位にランクされた。同年10月6日、 マニー・パッキャウとの再戦で12回0から3の大差の判定で完敗を喫しマルケス戦の敗戦に続いてに連敗となり試合後に引退を表明した。2008年7月、現役復帰とメキシコ人初の4回級制覇を視野に入れて5年間にわたってプロモート契約を結び副社長の座にまでついていたゴールデンボーイ・プロモーションズとの契約を解消し、新たに ドンキングと5年間のプロモート契約を結んだ。同年11月7日、中国、成都市の四川省体育館で、サミーベンチュラを相手に、ライト級10回戦で、現役復帰戦を行い、4回小勝ちを収め、復帰初戦を白帽子で飾った。2009年1月31日、サポパンのアウディトリオテルメックスで UG で、フレウニスロハスと対戦し、3回に、 ロハスの頭が当たり、左目の上に大怪我を負ったが、ロハスが恋に頭からぶつかり、バレラに怪我を負わせたものであると判断から、ロハスの反則負けが宣告されたため、バレラの勝利となった。同年3月14日、イギリスランカシャーマンチェスターのマンチェスターアリーナにて、アミール・カーンと WBA インターナショナルライト級、タイトルマッチ及び WBO。 インターコンチネンタルライト級王座決定戦で対戦。1回に偶然のバッティングでカットするなどして5回2分36秒負傷判定負けを喫した。カーン戦を最後に一度はグローブを脱いだが4回級制覇を目指すためにドンキングプロダクションからトップランク社に移籍した。2010年6月26日トップランクへ移籍しての初戦。 アメリカテキサス州サンアントニオのアラモドームでアダイルトンデヘススと対戦し3から0の判定勝ちで再起に成功した。2011年2月12日、ハリスコ州グアダラハラのコリセオリンピコデラ UG でホセアリアスと対戦し2回2分29秒 TKO 勝ちを収めた。この試合が現役最後の試合となった。2013年6月、 自身を育てた名トレーナーのルディペレスが死去し、葬儀では兄のホルヘや田中仙台らと別れを惜しんだ。ありがとうございます。